まず本日のセミナーで皆様にお話しする内容をご説明したいと思います。まず第一に、システムトレードを開始するにあたって、いきなりシステムトレードを開始するといっても、プログラムを触ったことがない人にとっては何をすればよいのか全く分かりません。私ももともとプログラムなんて触ったことすらありませんでした。どちらかといえばプログラムなんて嫌いな部類に入ります。ですが、私が利用しているトレードステーションやマネックストレーダーは、中学生レベルの英語力があれば自分が思いついた投資アイデアをプログラム化するのは訳がありません。全体の流れとしては、過程を立てる、プログラムを作成する、過去のデータで検証するバックテスト、実際に儲かるかどうかを判断するフォワードテスト、そして実運用開始ということになります。個々のフローに関しては次に説明したいと思います。システムトレードなのでプログラムから先に書き始めるのではと思うかもしれませんが、それは間違いです。プログラムありきではなく、儲かるかもしれないという過程を立てる作業が一番重要なのです。それでは個々のフローに関して説明していきたいと思います。まず仮説を立てることからシステムトレードの作成は始まります。仮説の例としては、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りといったテクニカル指標の組み合わせから、満月の時に買い、新月の時に売りというようなオカルト的な仮説まで様々です。仮説の例は何でも良いのですけれども、満月の時に買い、新月の時に売りという仮説であれば、満月の時は人々が陽気になって、つまり楽観的になる、なので株を買いやすい、心理的に状況に陥りやすい、また新月の時には人々が悲観的になりやすいので、株の大暴落が起こりやすい心理的状況にある、だから機能する、そのような説明ができれば仮説の優位性が高くなると言えます。たまたま思いついた仮説を戦略化して収益性が高かったからというだけではシステムの優位性は低いのです。プログラムというのは曖昧表現があると意味を理解できないと解説いたしました。システムトレードのポイントとしては、0か1かの判断しかできないコンピューターが分かってくれるように、文章の分解および具体的に意味を定義するという作業が主な作業といえます。誰にでもプログラムが馴染みやすいように、システム化までのフローを解説していきたいと思います。もし〇〇なら××する、このような内容を具体的にするだけなのです。話は簡単で、難解なプログラムの書き方など後回しで良いのです。例を挙げて説明していきましょう。図のような過程があるとします。月曜日は上昇する確率が高い、発想の第一歩としては良いのですけれども、あまりにも抽象的すぎるので、もう少し文章を分解する必要があります。プログラム化する過程でこの文章は何が問題かというと、上昇、下降という表現が、とても曖昧なのです。どのタイミングで上昇、下降という判断をしているのか、これでは全く分かりません。それでは過程を変更してみましょう。月曜日はよりから引けにかけて上昇する確率が高いと変更してみます。こうすれば一つの戦略プログラムとして書くことも可能になります。つまりプログラム化への第一歩、曖昧さをなくすということがポイントとなります。仮に自分が作成したプログラムを友達に渡してみたいとしましょう。自分が考えたことを紙に書いて、そのメモを見て友達が自分と全く同じことができるかということを、曖昧さの有無を判断する。これから始めるシステムトレード入門。先ほどの過程が正しいマネックストレーダーで使用されているイエスランゲージならば、プログラムの知識がない人でも中学生レベルの英語力があれば投資アイデアをプログラム化することが可能だ。そうすれば実践でトレードをする前に、自分のアイデアが機能するかどうかを過去の相場から瞬時に判別することができるようになる。本 DVD ではプログラム初心者だった講師自身の体験から、投資ロジックの作成方法、リスク、評価方法、運用方法、および実践で効果的な投資アイデアを解説している。